ロート製薬公式 YouTuber の根橋育心です。弟の音です。夏休みの思い出絵日記発表会、絵日記ということでね、世の中夏休み真っ只中、私も何か夏休みらしいことをしたいので、童心に帰って夏休みの思い出を絵日記にしてみました、うん、イエーイ。音も書いてきてくれたんだよね。書いたよ、久しぶりに絵日記。楽しみですね、皆さんね。それでは早速それぞれが書いてきた絵日記を発表していこうと思います。はい。栄養ドリンクのありがたみが身にしみるよ。夏休みの思い出、ロート製薬スキンケア製品開発部兼広報 CSV 推進部社員、根橋心。私は夏休みに友達と旅行に行きました。どこに旅行に行ったかというと原宿です。どうして原宿に行ったかというと、私服がダサいと言われるからです。私服がダサいと言われるからです。そのことを友達に相談したら、そんなの簡単、原宿で洋服を買えばいいんだよと教えてもらいました。原宿にはとってもおしゃれなお兄さんお姉さんがいっぱいいて、とってもびっくりしました。私と友達はかき氷を食べて、その後タピオカミルクティーを飲みました。インスタ映えする写真もいっぱい撮れて大満足でした。肝心の洋服ですが、どのお店もとってもおしゃれすぎて入る勇気がなくて何も買えませんでした。今年の夏も手持ちのローテーションで頑張りたいと思います。どうだったよ、私のこの文才あふれる素敵な絵日記。ちょっと待って、ひどいよ、内容薄っ。薄くないよ、もう盛り込まれてるよ。すっごい好み感。絵もいいでしょ。いや、タピオカミルクティー。びっくりだわ。なんで結局何しに行ったの。だからその原宿でタピオカミルクティーを飲んで写真をいっぱい撮って、あとおしゃれなお姉さんとお兄さんいっぱい見てきた。結果飲み食いしかしてないよね。え、だって服買えなかったんでしょ。やばいね。まあね、まだ私にはちょっと早いかなと思って。あー、これはまた下積みをね。また案件が出ましたね。いや、しないよ。何？え、何を？え、何も言ってないけど。何もないよ。もう次行こう。次音だよ。私めっちゃ楽しみにしてるから。いや見てろよ。夏休みの思い出、サッカー部所属、ネバセイ音。あー、夏休みって言ってもやることないし暇だな。そんな時、家にあった一冊の本に目が止まった。タマージャン、夜桜タマが漫画で教えるマージャン入門。アイドル部兼マージャン部部長、夜桜タマさんが初めて書いた本だ。マージャンという世界中で親しまれているテーブルゲームを通じてバーチャル業界に一石を投じた作品である。この本を予約購入していた姉に、初めてよくやったと思った。夜桜タマさん以下タマさんと呼ばせていただくは大の麻雀好きであり、これはいつも配信を見ている者からすると周知の事実である。麻雀の難しいイメージとは裏腹に、本書には麻雀初心者に面白そう、やってみたいと思わせる工夫がいくつも散りばめられていた。麻雀の間の字も知らない僕ですら本書の漫画やイラストに引き込まれていった。人が人を動かす、これは何よりも難しいことだと思っていた。しかしこの難題にも果敢に挑戦している作者の姿勢には驚かされた。本書の監修を担当している土田プロは初心者にノウハウを教えることの難しさを危惧していた。しかしそれは杞憂であった。なぜなら超絶初心者でありながら本書を手に取り、その世界観に引き込まれ、ものの数分でスマホ麻雀アプリをダウンロードし麻雀デビューを果たした人間がここにいるからである。いずれタマさんとチエリさんと麻雀を打つ、そう心に決め、これからの YouTube 活動に大きな希望を見出したのであった。あー、夏休み最高。いやー、何今の。どうよ。いや、どうよじゃないわ。完璧でしょ。いや、まあね、読書感想文としてはすごい良かったと思うよ。でしょ。でも私最初に何て言ったか覚えてる？何？夏休みの絵日記を書こうって言ったよね。夏休みの思い出を絵日記にしようって言ってこの企画を始めたんだよ。何も間違ってなくない？いや、夏休み関係なくない？いや、関係あるじゃん。いやてか何今の、初めてよくやったとお姉ちゃんに思ったみたいな。あの分いる？褒めてるんだよ。いや、
まあ、ありがとう。いや、でも、そうじゃないそうじゃないですよそうじゃないですよ。そうじゃないの。初めてよくやったって思うのはちょっと、いや、でもこれはみんなに知ってほしかったんだよ。いや、まあね、私も知ってほしいと思うね。うん、ちょっとでもね、こう良さが伝わったらいいなって、みんなに読んでほしいなとは思いますけど、うん、いや、違うじゃん。童心に帰って夏休みの思い出を絵日記にしようという企画だったのに、音が見事にぶっ壊しました。なんもぶっ壊してないじゃん。むしろ姉ちゃん童心に帰りすぎでしょ。いや、何を言っているんですか。絵日記みたいなことばっかりやってるじゃん。お手本は私です。お手本は私です。音の絵日記なんか絵も含めてお手本にしちゃダメです。いやいや、紛れもない夏休みの思い出なんですけど。以上、ファッショニスタ心でした。また来週。どういうこと。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。